皆様こんばんは。少林寺天皇少林寺拳法筑前古賀道院と申します。それでは今から始めていきます。少林寺拳法では練習を始める前に気持ちを沈める修行として鎮魂行というものを行っています。鎮魂行は静腹、静眼、愛白紙、興奮、心情と5つの行動を最初は感じを入れるんですけど、あとになるともうみんな動いておりまして安定して行きます。9時があった、9時come
Thank you.
よろしくお願いします。